始まりました。モテチャンネル。さあてですね、生放送直前の今時間がない中、やっておりますが、受けてきましたトイックですね。はい、もう何回かも覚えておりませんが、落ち着け。はい、第273回トイック反省会ライブになりますね。はい、272回が午前で273回が午後という形で、今回初めて午後を受験したんですけども、どうだったでしょうか。まあ東京で受けた方ね、雷すごかったですね。もう土砂降り状態になって、帰りね帰れなくなってた人たちもいましたね。もういやすごく大変だったと思いますが、どうだったでしょうかね。本当にね困ったね。こんなに大変なことになると思わなかったですが、はい、タクシーでね、もう遠いったらやらしない、高速使って、高速道路ですよ、使ってきましたよ。ね、8000円ぐらいかかった。Google によると6000いくらって出てたのに8000かかりましたね。いやタクシーの運転手さんぶっ飛ばしてくれたっていうのもあれですね。いきなりもう最初の角で子供が飛び出してきて危なかったですね。もうガーンってなりましたけど、いや危ない。でその後信号を無視してたし、うわーおみたいなね。で高速道路でバンバンスポーツカーを抜いていくしさ、こんな雨降ってんのに怖いよって思ったんですが、なんとか時間で着くことはできましたね。はい、まあ途中本当パート7やってる時雷がバンバンうるさくて、って思ったんですけど、まあなんとか終わることはできました。はい、よかったです、助かりました。で、それぞれのね、今回はそこまでのトラブルはなくいったと思いますので、まあこれぐらいですね。雷がやばかったぐらいだと思います。はい、あとはないよね。なんか試験終わってもやめてない人をパッつってですね、やめそうっつって止めてるのが面白かったんですけど、それぐらいだったと思います。結構ベテランの方たちが試験官だったんで、そこまで困ったことはなかったと思います。では感想いきたいと思いますね。まずですね、パート1はかなり優しめだったと思います。ああこんなに優しい回も久しぶりだなと思いましたね。だいぶ、スッと終わるっていう感じですね。難しい表現は出てこなかったですね。でパート2はまあ自分の中では普通ですが、まあ、ただやっぱり引っ掛け、はい、婉曲的な遠回しな表現っていうのがいくつも出てくる形だったので、ちょっと難しかったかなと思いますね。でパート3、いや難しかったね。いや結構場面が浮かびづらいところもあったし、一問完全に分かんなかったですね。どっちだったんだろうって思ったのが、まあ、一応どっちだったんだろうって思ったのが2問あって、多分こっちだろうなって感じですね。正確に。それが1セット目に来たんですよ。だから、うわ、むずって思って、最初から惑わされた感じですね。パート4も同じように、やっぱ場面が分かりづらいのが出てたと思いますね。いや、かなり、うってなるのはあったけど、できたかなと思いますね。ただ、難しかった、やっぱり。はい。で、パート5は、まあ、普通なんですが、語彙問題にやはり難しいのがあったっていう印象ですね。あれは、悩んじゃう人はいるんじゃないかなと思いました。ただ、まあ、消去法でやって、なんとかいけるんじゃないかなっていう印象ですね。で、それに対して、パート6は、超むずい。何あれ。まあ、超むずいっていうか、まあ、全体的にややなんですけど、1問、わかんない、どうやっても。まあ、ややな、ややな、あやなみたいだな。ややななんだけど、いや、こいつはわかんないです。どれが入るんですかって言われて、切れなかった。3つ入るじゃんって思って、ただ、まあ、この流れからすると2択に絞れるかな。でも、これも切れないでしょうっていう感じで、文挿入問題ですね。わかんないです、本当に。なんか、雷がすごい。何が回答の根拠になるのか全然わからなかったですね。あれは悪問だと思いますよ。全然わからん。で、パート7はやはりむずい。まあ、とにかく照らし合わせがめんどくさい。本当に。まあ、なんか、ね、該当箇所が重なっちゃってる問題結構あった気がするんですけど、トリプルパッセージとか、この問題の回答根拠にもなるし、この問題の回答根拠にもなるじゃんと思ったのが数問ありましたね。あんまりいいやり方じゃないんですけど、あ、こんな問題も出るんだなと思って、まあ苦戦しましたね。それには。で、1問わからない。多分合ってると思うんだけど、
難しい、いや無茶じゃないのっていう、まあ、推測問題でしたけど、いやこれだと思うけどな、書かれてはいない、一切書かれてないんで、いやむずいなと思いながら、いや今回は自信がないですね。パート6-7で、正解はこれだって思えなかった問題があるので、ちょっとむずすぎっていう印象ですね。いや今回はもう、勝てたらラッキーっていう感じだと思います。はい、あとはまあいつもの通りパート5の答えがパート7にありましたね。はい、またおなじみのやつでした。わーお同じ表現出てるじゃんみたいなね。ただトリプルパッセージまでたどり着いてる人しか見れないので、はい、見れなかった人が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱ時間かかる、とにかく時間がかかる戦いだったなと思いますね。はい、どうだったでしょうか。皆様の感想もぜひお聞かせください。まあ、これが今回受けた感想です。いやむずい、リーディングはもうこんなに厄介なのかっていう感じですね。ちょっとお手上げとは言わないけど、まあ単語自体もめちゃめちゃ難しくなってますよ。やっぱトイックで勉強した単語じゃなくて、自分が実生活アメリカで学んだ単語とか、トフルで学んだ単語が結構いっぱい出てて、これはやっぱレベルが上がってるな単語のって思いましたね。多分状況をつかめなかった人多いと思います。知らない単語がいっぱいあるから。なんでまあやっぱ満点とか取るためにはいろんな単語に触れてなきゃいけないなっていう印象ですね。いろんな英文とかねに触れていかないといけないという印象でした。はい、ぜひ皆さんのご意見お聞かせください、コメント欄で。で今回高校受験だったのでね、この受験後というか反省会ラジオをやった後に動画を出すっていう形になるんですけど、まあいつもはその前にね午前受験だったんで、その反省会ラジオの前に動画出してたんですけど、今回後に出す。で、このままタクシーでギリギリでやったんでですけど、まあ、反省会ラジオ見てくれた方は分かったと思いますが、間違ってる、いろいろ。思ってたより間違ってる、自信がないとは言っていたものの、こんなに間違っていたとは、っていう感じだったと思いますね。まあ、やってる途中で、自信ないな、自信ないなと思ってたんですけど、そう、午前の方が、頭働いてない。絶対でも午後の方が余計なことも考えちゃうし、なんか集中できないなって思ってて、まあほらミスの多い人間ですから、ここもやっちゃった、あそこもやっちゃったみたいな、これも間違えたぐわーみたいな風になりました。はい、反省会ラジオ、ライブ見てくれた方というかはありがとうございました。そしてこれから、まあ、アーカイブ明日の朝までは見れますので、それ以降はあのメンバーシップ限定になってしまいますので、メンバーシップに入ってみてください。はい、はぁ、はい、まあメンバーシップレベル2以上ではトイック授業を見れますので、はい、そちらも見てみればいいんじゃないかなと思います。あー今日はねちょっとショック、もう無理無理無理、絶対取れないわこれ、満点。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 あー悲しい。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですねかなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。